イメラジオ第6736回、今日は令和6年8月28日水曜日です。時刻は午前10時、横浜港北曇りの朝ですね。さっきまで青空見えてましたけど、雲がどんどん増えてきました。さて、バンカの夢ラジオ、今回は青山繁晴は出馬するのか、パート2です。なんか青山繁晴さんが出馬したいというなんか会見を開いて、ほいで和田政宗議員と一緒に記者の質問も受けてましたが、あの会見は一体青山さんの出馬会見だったんだろうか。青山繁晴といえば、1期目の時に自分は1期だけやって出てくると言いながら、その公約破って2期目に出馬し、で2期目に出馬する時のその理由が、自分は総裁選を目指すから、だから2期目やんなきゃいけないんだと。だから青山さんとしてはその時の公約を果たす時ではあるよね。だからその青山さんが和田議員と一緒になって、どっちも参議院議員です、和田議員と一緒になって、それで出馬会見するのはいいんだけど、なんか出馬するんだっていうふうに聞こえないんですよね。皆さんどうでしたでしょうか。むしろ出馬したいと、ただなんかできるかどうかわからないと、こんな感じ。しかもなんとなく不分立として、日本の政治においては衆議院議員じゃないと首相になれないっていう、なんか不分立みたいなのがあって、それに青山さん参議院議員だから当たっちゃってるわけですよね。該当してないというか、その衆議院議員じゃないから。でその辺のところもあって、おそらくメディアでは青山さんがその出馬している十何人の中に入ってないんですよ。だから青山さんが出馬するのかどうかも不明、これが今の状況なんですね。で日本の保守派の人は例によって被害妄想ばっかりですから、青山さんを日本のメディアが取り上げないとかなんか言ってるんですけど、本当日本の保守勢力って被害妄想で、取り上げようにも参議院議員 で和田さんと一緒になってなんか会見はしたけど、一体推薦人が集まるかどうかもわからないみたいな、で実際なんか集まってないような感じなんですよね、今の報道を見ると。すると、あ、青山さんはちょっとやっぱ無理なんだなっていうことで外しちゃうじゃないですか、どうしても。まあもちろんですね、他の人も推薦人が20人集まるかどうか怪しいみたいな人も10人もいりゃいるんですけど、ただ他の人はまあ例えば党の三役やったとか、あるいは重要な大臣を歴任したとかの人なんだけど、青山さん別に参議院議員で2期目で、まあ、ぶっちゃけ何もやってないわけですね、自民党でもあと内閣でも。だからまあ取り上げられない。だから日本の保守派のね、被害妄想、例えば小林鷹之が出るのは高市をなんか票を減らすためだとかね、聞きませんかこの話。誰がいつどこで出たって自由なんですよ、そんなの。だから高市さん応援するんだったら、小林が出ようが誰が出ようが高市で当選させるぞぐらいのノリで行かなきゃいけないのに、小林が出るのはこれも陰謀で高市を当選させないためだみたいな、また言ってる、こういうこと。あるいは青山繁晴が出馬してるのにどこのメディアも取り上げないって、取り上げ
ようにも取り上げられないじゃないですか、青山さん今の状態では。だからこれって日本の保守勢力のね、大東亜戦争は日本は仕組まれて、ね、平和を望んでいたのに無理やり戦争させられたとかさ、あるいは GHQ のウォーギルトインフォメーションプログラムによって日本の、戦後はですね文化的に決定されたとか、こんな話と一緒なんですよ。もっと言えばフランクフルト学派がもうお笑い、お笑いです。フランクフルト学派が世界制覇を狙ってさまざまな文化の大敗とね、さまざまな文化の堕落と何て言うか社会の分解、社会の解体を目指してるみたいな、全部一緒、日本の保守がずーっと言ってる。だからもうこんなの聞くにつけ、いやー保守ってそんな素晴らしいもんでもないというか、これ普通の立場別にはっきりしてませんっていう人から見たら、この人らやばーって思うはずですよ。まず陰謀論だらけだし、証拠ないし、でフランクフルト学派に至ってはですね、なんかフランクフルト学派がもう世界の文化をね堕落させて、それで社会を解体するようなそういう仕組みをあっちこっちに仕掛けたらしい。証拠出してみると思う。でフランクフルト学派の例えばホルクハイマーとかアドルノとかハバマスとか、あれ誰見てるんですよ、フロムとか、誰がそんなこと言ったんだと、もうむちゃくちゃなんですよ。それがチャンネルさくらとかにも平気で出てきて、フランクフルト学派の陰謀みたいなことやってるでしょ。フランクフルト学派なんか一行も読んでない、一行も読んでない、そういうことなんですよ。で青山茂春さんに戻りますと、その、ま、今の調子だったら青山さんもそもそもメディアが取り上げないと、まあぶつくさ言うまでもなく出馬はできないでしょう。だから青山さんもね、早い段階でそれを見極めて高市支持に回るぐらい言ってくれればいいんですけどね。ただなんとなく自分は出るつもりなんだみたいな匂わせながら、けれど推薦人どうなってんのって沈黙と。もちろん青山茂春、小林孝之、このあたりのちょっとは保守っぽいことを言ってる人が高市支持に回ってくれたら、高市さんものすごく可能性が出てきますよね。それで日本初の女性首相と、しかも保守やってくれそうだと、日本を守ってくれそうだと、もう今のまま移民をどんどん入れようとか、こんな愚かな自民党で任せてらんない、その通りです、その通りです。けれどやっぱりそれは選挙なので、出たいというんだったらその人が出ればいいんですよ。それでその裏に陰謀があるとかなんとか言ってもしょうがないじゃないですか、そんなの証明もできないのに。高市を潰すために小林がわざと出た、それは陰謀なんだみたいな言ってるでしょ今保守派の言論人たちが、もう噴飯もので、青山茂春がねメディアに取り上げてられてないのも、あれ NHK が取り上げないのも、それは青山茂春さんの日頃の保守的な言動が日本の左翼メディアには気に入らないからだとか、もうむちゃくちゃむちゃくちゃ、だからこんなことばっかり言ってるから日本の保守はまともに相手にされないし、だから保守がいいと思ってるのにこんな陰謀論ばっかり喋って証拠もないようなことを平気で垂れ流すから、これむしろ保守にとってマイナスじゃないかと言いたい。もう保守の言論人に、まあ夢ラジオはまあ小さいラジオですけど、本当言いたいですよ。保守言論人が保守潰してんだと、保守の信頼なくしてんのは陰謀論ばっかり喋ってる君らだと言いたいね。本当にリスナーの皆さんどう思いでしょうか。夢ラジオ、今回は青山さんについてでした。